Okay, thank you. Okay, okay. ちょうど宿の真ん前まで来ておりましたね。いやー、ジープには疲れるわ。でもこの宿はいいですね。ちょうどアヤラとトロン住んでるジープニーが真ん前通るんで、でトロンの方まで行ったら SM に1本で行けるんで、この道まっすぐ行ったら SM のちょっと前まで行けますね。ただいま午後7時ですね。ちょっと歩いて夜のコロンストリートを歩いていこうと思います。ちょっとなんかお店が閉まるとなんかちょっと雰囲気があれですね。ここはかなりのメインストリートなんで、午後7時、8時ぐらいまでだったら大丈夫だと思います。というか大丈夫だと思いますというか、多分大丈夫です。この通りでホールドアップはないでしょうと願いたいというか、でもね、あまり脇道とかそういうのにはちょっと触れないように。昔は結構、昔っていうか、なんていうかな、最初に来た時雰囲気的にはね、こんな感じなんで安全そうで、はいみたいな感じなんで、よっぽど深夜11時、12時とかに出ない限り何か危ない目に遭うっていうのはないんじゃないかなと思ってたので、多分大丈夫。これだけ人がいるんでね、日当たりがコロンなんで、このね、人通りが多くてお店がいっぱいある通りを歩いて、でコロンを歩いて、でそれでまた帰ってくるだけなんで、いやー本当、夜8時9時ぐらいになんか、まあ、道からちょっと離れたところ歩き回ったりしましたからね。ほぼ大丈夫だとは思うんですけど、まあちょっと一部セブンに詳しい人の YouTuber の方がまだホールドアップあるよっていうふうに、
るんですよね。昔はなんか夜のコロンとか行ったらね、なんか危ないのダメージみたいな。はい、コロンに到着です。人通りとあれですね、結構夜でも賑やかですね。
珍しそうにこう人が伸びてるのを見ると、ね、なんか僕が行ってたタイはなかったですけどね、インドとかバス乗ったらこんな感じだったんですよね、カルカッタとかで。なんかその時のすごい印象はありますね。Yeah.